にとって機能的にすごく必要な要素をたくさん入れたエクササイズを今回はやったような感じですね。今までやってこれたのをごまかせなくなったみたいな、それがまさに中級編かって感じなんですけど、トレーニングを続けて人生をもっと楽しもう。今回第3話なんですけれども、はい、人間がこう発達していく過程の中で、人間って生まれてから一番最初に覚えるというか獲得する動作というか、うん、そういう機能って何だと思います？生まれてから一番最初、お母さんから出てきて一番最初、叫ぶ。そうですね、叫びますよね。叫ぶ結構正解なんですよ。あれって呼吸してるんですよね。はいはいはい。だから声を最初泣いた時、生まれてきた時に泣いてなかったら泣かせるじゃないですか、うんうんうん、結構あれ呼吸をしてるかどうかっていう確認もあるんですけど、はいはい、最初にその呼吸というの人間って一番最初に覚えるものなんですよ、うん、まあ、その後に順番的には生まれて仰向けの状態からもうちょっと手を動かせるようになっていって、うん、首を動かせるようになっていって、うんうん、2話のところで言うとその前後の動きを覚えていったりとか、少し横の動きを覚えていったりとか、うん、ここから首を回したりとか、うん、で手をこういう風にしていってうつ伏せになる寝返りとか、これ回旋の動きなんですけど、はい、で寝返りを覚えていって、今度は少しずつずりばいしていって、うん、ハイハイをしていって片足立ちになって立とうと思って転んで立って転んでっていう部分で、こういうところお腹周りの筋肉をどんどん活性させることを覚えていって、大人になって立ち上がったりとかするとなかなか地面に手をつくこととかすごい少なくなってくるんですけども、うん、まあ、普通にハイハイの動きでもいいですし、はいはい、ああいうのやるとすごいこうお腹の筋肉が結構腹筋がすごい辛いとか、うん、腕周りがすごいきついとかっていうのが結構起きてくるんですけど、うんうんうん、そういうのが上手になってくると、こうお腹に力が入った状態、肩周りの動かし方が上手になったりとか、肩周りを安定させる筋力としてうまく機能できるようになってくると、まあ、肩周りの怪我のリスクの予防になったりもしますし、うんうん、まあ、そういった意味では結構ウォーミングアップとしてもすごく、まあ、有用な感じに使うことができますね。次のエクササイズは、体を、四つ這いの状態で、まあ、赤ちゃんのような動き、まあ、ハイハイですね、まあ、クローリングという動きを、行っていきたいと思います。手をついて四つ這いの状態から少し膝を浮かした状態、ここからスタートしていきます。この時に肩甲骨のところが下にこうやって落ちてしまわないように、しっしっかりと地面を押して背中が少し丸くなるぐらいに地面を支えた状態から、頭からお尻まで一直線をキープしたまま前に前に前に進んでいくという、こういう動きをやっていきたいと思います。そうそうそう、頭をすり、頭をすり、そうそう、押して押して、そうそうそう、膝に体を近いまま、はい、次は、さっきの動きを少し上半身を中心とした動きとして、動きをやっていきたいと思います。ボールの上に乗っていただいて手で前進していきます。したら戻っていく、しっかり一個一個押して押して、落ちないように、左落ちない、落ちない、落ちない、落ちないように、そう、できてると思ってたんです、自分では。だから落ちてるよ落ちてるよって言われたもん、ってこう、だから自分の意識と実際の自分の体が連動してないんですね。押し直して上にギュッ、そう、そこで OK。 次に、しゃがんだ状態で、体を動かしていくような動きをやっていきたいと思います。しゃがめるところまで目いっぱいしゃがんでいただいて、手を前に伸ばしてこの状態で前に歩く、こういう動きをやっていきたいと思います。今回トレーニングしていく中でも片足での種目っていくつかあるんですけども、片足って結構意外にバランスが研ぎづらかったりとか、
手をついている状態だったりとか片足の動きっていうのはすごく重要な要素の、まあ、土台の部分になるような、まあ、そういった過程をたどってトレーニング のレベルを上げていくっていうのは一つ重要な要素だと思います。そうはい、OK、よし、OK、一見見た目は初級編よりも地味だったと思うんですけど何倍もきつかったですねなんかじわじわこう変な汗が出てました